いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は青森県弘前市の激うま中華料理のお店に行ってきました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、今回は青森県弘前市の中華料理東菜に行ってきました。駐車場はお向かいではなくお隣の方に停めてくださいとのことです。お隣がラーメンが美味しいと評判の千之助さんです。お邪魔します。7月8日月曜日は臨時休業のようです。二重扉ですね。店内はカウンター席、お座敷席がありました。メニューです。定食類と麺類、飯類がありました。調味料類です。麻婆豆腐と油淋鶏のセット1050円を注文。油淋鶏と麻婆豆腐がセットになってお得。一度に二度おいしい定食です。すいません、カメラここで切れていました。食べ始めが映っていません。食べている途中からのご案内になります。ご了承ください。まず油淋鶏は3個あって、甘酢醤油だれがとっても美味しい激うま油淋鶏でした。サラダはごまドレッシングがたっぷり、そして麻婆豆腐、本格中華味です。当たり前ですよね、中華料理屋さんなのでね。本格中華のいろんな調味料の味、家庭では出せない麻婆豆腐です。めちゃくちゃ濃厚で美味しいです。ひき肉も豆腐もたっぷりです。こうなってくるとご飯が足りません。でも安心してください、ご飯は2回までおかわりできます。私は自分史上恐ろしいくらいに太っていて、前回も言いましたがダイエットをしているので、すごくおかわりしたかったのですが我慢しました。すごくつらかったです。おかずに対してご飯は少しで我慢して、最後までご飯が残るように計算しながら食べています。他のお客さんはおかわりとコールしていました。サラダもあるので私には嬉しい。わかめと卵のスープも激うまで、スープもおかわりできたら多分2回はしていたと思います。とても人気のお店のようで、お昼時は満席のようです。お隣のラーメン屋さんの千之助さんもとても人気で行列ができているようですね。まだお邪魔できていません。ここに来れたので次はお隣に行ってみたいな。この麻婆豆腐本当に美味しい。私はオープンと同時に来店していますが、一人先客がいて、その方はエビチリを注文。大きなエビがゴロゴロ入っていて、めちゃくちゃ美味しそうでした。そしてお隣にも男性が座ったのですが、その方は迷いもなくホイコーローと注文。そしてとっても美味しそうなホイコーローでした。何を食べても
美味しそうなお店だな。私は次はエビ塩ラーメンが食べたい。とっても美味しそうじゃないですか。中華料理屋さんに来ても結局ラーメンが気になっちゃう。残すは麻婆豆腐のみです。本当はご飯をたくさん食べながら食べると最高なのですが、残りご飯は3分の1くらい。またご飯のおかわりの誘惑が襲ってきましたが、心を鬼にして麻婆豆腐3口でご飯1口。そんな風にして頑張っていこうと思います。皆さんはご飯を食べる時のペース配分考えながら食べていますか？私はいろいろ考えながら食べる方なのですが、この前息子と村勝に行ってとんかつ定食食べて、息子の食べ方にちょっと驚いたのですが、普段外食は息子はカツカレーと寿司のみで、その他のメニューだと行かないと言います。だから気がつかなかったのですが、最初にご飯ととんかつを全部食べてしまって、食べ終わってから仕方がない感じで野菜と味噌汁を食べる、漬物は食べません。ちょっと前までは野菜と味噌汁は残していたけれど、中3くらいからは食べるようになりました。健康のことを考えられるようになったみたいです。それを見ながらペース配分と思ったけど、美味しいものを食べている時に横からいろいろ言われるのは嫌だろうなと思って何も言いませんでした。私は最後は好きなもので締めたいので、そういう食べ方をしています。皆さんはどうですか？ちなみに娘はサイゼリヤ以外は行かないと言われています。基本的に子供たちは外食嫌い、待ち時間が嫌なんだそうです。待っている時間もどんなのが来るかワクワクするのにな、そう思います。今回の最後は卵スープ。麻婆豆腐の後に卵スープでさっぱりです。ラーメンが好きなのも最後はスープだからかも。ご飯に味噌汁がないと嫌なタイプです。ご飯全部食べ終わりました。最後は卵スープ、とろっとした卵スープが最高に美味しい。そしてこのセットにはデザートがついています。杏仁豆腐です。最高。牛乳缶の甘さとさっぱりとした味が食後の締めを飾ってくれます。ちょっとしたデザートが嬉しいんですよね。大満足でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。